まあまあ、それにしても、やっぱその、滋賀県知事選が、僕は今気になってると。まあ別に僕は、なんていうんですか、加田知事後継の、三日月大蔵、が応援してるとかですね。そういうことでは、別に全然ないんですけどね。別に、例えば、三日月大蔵がですね、県知事になったとしても、大井原発の再稼働をどこまで止めれるんだと言われれば、それはもう全然、頼りにならないというかですね、まあ別にそれはね、もう、まあみんな思ってると思うんですけども、まあそれはいいと、やっぱり、まあここの局面で大切なのは、やっぱりその安倍政権、自民公明政権に、どこまで脳を突きつけられるかっていうね。まあこれ共産党の、議員もね、言ってたと思うんですけども、そこがね、僕は、重要なポイントだと思うんで、ここはやっぱりその、自公政権に、勝ってほしいかなという意味で、滋賀県知事選の行方が気になるっていうことでね。まあここに来てですね、もうあと3日で、投票日なんですけども、ここに来て、自民党側の、選挙プランナーと言っていいですね、三浦博士さんがですね、やっぱり、三日月大蔵の方がやや優勢だという情勢分析を載せたと、まあ今になってと、もう3日前になってこんなの載せてるということはですね、まあもう、ほとんど、負けを認めたというか、ここで、嘘言ってもしゃーないですしね。このネットでポロッと言ったことでですね、大きく流れが変わるとか、そんなことももうないですからね、3日前ですし。まあ、ということで、やっぱり三日月さんが、逃げ切りというかですね、選挙前までは、自民党、公明党が推薦のね、小槍さんという方が、10ポイントぐらい差をつけてたらしいんですけども、日刊現代によればね。まあ、それが、選挙後になってですね、もう10ポイントぐらい、三日月さんがリードしてるんじゃないかと。5ポイントから10ポイントぐらいだと思うんですけどね。うん、まあ、ポイントっていうのは、パーセンテージですね。有権者の、パーセンテージが、5ポイント、5% から 10% を、リードしてるっていうね。まあ、そういうことなんですけども、だからこれは何があったと、あと、やっぱその自民党の石破茂幹事長はですね、まあ、これはその、東京都議会でのセクハラヤジね、これ塩村彩香議員へのですね、セクハラヤジが大きく影響してるっていうこととか言ってるんですけども、そうじゃないだろうと。まあ、それはね、その選挙の敗因、負けた時の言い訳というかですね、そういうことをもうすでに言ってる時点でね、まあ石破がそういうことを言ってる時点で、まあもうすでに、あかんのかなっていう感じはするんですけども、まあやっぱりこれはもうこの間、安倍政権がですね、ゴリ押ししてきた集団的自衛権の影響っていうのがね、まあ出てるんちゃうかなと、国政問題で言えばね、それはもう自民党、公明党、公明党はですね、直前まで、集団的自衛権は認めないと言ってきたのにですね、コロッと、安倍政権になんかね、言われたんかなんか知りませんけども、手のひら返してですね、認めてしまったと。まあ、そういうのもあって、公明党支持者からも、あまりこう力入らない選挙になってるっていうかですね、そういうのもあると思うんですね、学会の人が。例えば電話かけてですね、その F 票っていうね、その、この、こういう人にお願いしますみたいなね、ようやってるんですけども、そういうことが、もう熱入らないっていうかですね、まあやったとしても、聞いてくれないっていうか、なんかそういうのがあるのかなと、僕は思うんですけどね。まあ、その、自民党、公明党でも足並みが揃わなくなってるっていうか、そういうのもあるのかなと。まあまあ、でもそういう、何があったかわかんないですけども、まあこのまま、やっぱり三日月大蔵さんが逃げ切りというかですね、やや先行のままでね、
逃げ切りかなと思うんですけども、やっぱここはさらに差をつけたいというか、やっぱ安倍政権に脳を突きつけるという意味ではですね、その微妙な価値ではなくて、やっぱりこう、はっきりとした価値というかですね、多分僕は前も言ったんですけど、多分20万票ぐらいの、争いかなと、2006年の、前々回の選挙と同じでですね、三日月さんが22万とか、小槍さんが20万とかね、なんかそんな、微妙な争いだと思うんですけども、やっぱりここは、あとは無党派の人がですね、ドーンとね、投票行ってですね、25万と20万とかですね、まあ、そこまで行ったらね、僕は面白いかなと、まあ、思うんですけどね。まあまあ、とりあえず良かったです。まあ、多分というか、もうここでね、大逆転とかっていうのはないと。もともと自民党、公明党というのはもう組織票頼みで、地元の商工会とかね、そういう支持は圧倒的に自民党、小槍支持なんですよね。だからもうそれ以上の伸びっていうのが、無党派の伸びっていうのがやっぱり、今の選挙戦には必要だと思うんですけども、もうそれがもう見込めないと。無党派の支持があるのは、三日月太蔵さんの方ですから、まあやっぱりそういうことから考えても、このまま、三日月さんが、優勢なままですね、投票日に行くんだろうなと、まあ思うんでね。まあまあまあ良かったですね。まあまだわかりませんけども。まだ本当に最後の最後までわからないんでね。やっぱりその、一人でも多くの滋賀県民が、投票に行ってくれることをね、望みますと。まあそれがやっぱりその、民主主義というかですね。まあその、この首長選っていうのはね、別に、もう本当その、当選者一人決めることだけですから、この不正っていうのは別にないと思うんでね。まあまあ、まあ最後の最後まで、もう、注目してましょうと、思います。ということで。